公有財産売却オークションに登場。兵庫県は県立高校で使用されていた1999年式、トヨタハイエースフルタイム 4WD をオークションに出品します。兵庫県では、清井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公有財産売却システムを利用して、 不要になった車両や物品を売却している。今回出品されるハイエースは初年度登録1999年3月、2022年3月まで県立高等学校、農業高校で資材運搬車として使用されており、走行距離は5 9 4 9 1トル 2.98L ディーゼルエンジンを搭載する3人乗り AT 車。4ナンバーで登録されている。フロントガラスの縁に錆び後部にオーソンがあるものの、同自治体にてメンテナンス管理されてきた1台。予定価格は16万5000円とされており、オークション結果に注目が集まる。入札期間は、 2022年10月4日13時、2022年10月11日13時まで。なお、こういう財産売却オークションは、入札形式で行われる。通常のオークションのような競り売り方式ではなく、入札価格の登録は一度限りとなる。